避けてくるんだっけ避けないと自分が避けてくる読み方は何ですか？セリメスその分の意味はダメですどっちあ、大丈夫。みんな知ってるから。知ってるから。質問がありますか。今エアコン入ってます。そうです。窓はこれです。窓口は、例えば私たちが遊園地に行くとき、チケットを買いたいです。入り口の前にあるこれが窓口です。ここの中に人がいます。人にチケットを買います。これじゃなくても、なんか銀行の中にも、まあ、1番の窓口、2番の窓口、まあ、いろいろありますね。質問がありますか？熱いという漢字は皆さん習ってませんか？すみません。習ってます。やった？熱い。もうそう。あ、そう。じゃあ書きます。